おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は木いちごのエビ柄いちごの苗が手に入りましたので、プランター栽培にしていこうと思います。エビ柄いちごは北海道から九州に分布する木いちごの一種で、別名裏白いちごとも呼ばれています。株全体に長さ2ミリから5ミリの毛があり、特につぼみに生じる赤紫色の繊毛が茹でた毛ガニではなく、なぜか毛のないエビの殻に見立ててエビ柄いちごと名付けられました。どう見ても毛ガニですので、本来ならば毛ガニ柄いちごとなってもおかしくないといつも思っています。自生地は山地の尾根や林縁になります。果樹として稀に流通しているようです。日本以外では中国や朝鮮半島に分布をしています。開花は6月から7月、枝先にたくさんのつぼみがつき、白あるいは薄いピンク色の1センチ台の小花を咲かせてくれます。やはり萼の裏側にも繊毛がびっしりとついています。果実は6月から8月頃に赤く熟し、食用にできます。木いちごとしては上品な甘さで美味しく、ジャムなどにも利用されています。今回も実際にプランターに定植しながら、育て方も含めた5つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、生育環境です。暑さ寒さに強く、日本各地で栽培できます。日向から日陰まで育てることができます。十分な収量を得るには日照時間は多い方がいいようです。2つ目のコツ、用土です。土質は選びませんが、排水性が良ければ大丈夫になります。堆肥、腐葉土などを混ぜるようにしてください。プランターの場合は市販の培養土で十分になります。3つ目のコツ、支柱です。半つる性で大きくなると2メートルから3メートルまで伸び、枝先が垂れてくるのでスペースを確保するようにしてください。あんどん仕立てかフェンスなどに誘引するといいと思います。4つ目のコツ、トゲです。枝葉は密生し、トゲが多く扱いづらいので、樹形を整えるのは難しいようです。5つ目のコツ、肥料です。元肥として環境性肥料を与えるだけで十分になります。肥料型はつるぼけして着火しないこともあります。特に速効性の化成肥料の与えすぎには注意をするようにしてください。今回植えるエビ柄いちごの苗になります。小さなポットで購入しまして、こちら5号鉢に植えてあります。定植してから2ヶ月ほど経っています。このように半つる性になります。長さは現在1メートルほどに成長しています。こちらをあんどん仕立てで定植していきたいと思います。茎を見ますと赤紫色の繊毛がたくさん生えています。トゲを見ますと苗が小さいせいか、それほど気にならないトゲだと思います。これが大きくなるとかなり大きなトゲが出てくるようです。それでは定植していきます。それではエビ柄いちごのプランター栽培を行っていきたいと思います。今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。園芸用のプランター15鉢を用意しました。土の容量は15リットルになります。幅が30センチ、深さも30センチあります。中にメッシュが入っていて排水性はいいです。そして培養土、市販されている元肥入りの培養土を使っていきます。そしてこちらがエビ柄いちごになります。小さなポットで購入して5号鉢に植えて2ヶ月ほど経ちました。新芽が伸びてこのように1メートルぐらいまで伸びてます。他に枝分かれしているのが1、2、3本、3から4本脇枝が出ています。こちらの特徴である赤紫色の繊毛です。トゲはそれほど痛くないんですけれども、繊毛はびっしりと生えています。葉の裏にも繊毛が生えてます。そして半つる性になりますので、こちら朝顔用のあんどんを用意しました。こちらに誘引しながら栽培をしていきたいと思います。それでは定植します。それではプランターに培養土を半分ほど入れていきます。
こちらがエビイチゴの苗になります。こちらを鉢から出していきます。このように根のでもいいので定植時期にはぴったりだと思います。はい、抜けました。仮置きします。ウォータースペースを5センチぐらい取るようにしてください。そして真ん中に置きます。培養土を足します。少し叩きます。そうしますと土が落ち着きます。減った部分にさらに用土を足すようにしてください。それでは安定させるために灌水をします。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。それでは支柱を立てていきます。つるが1本ですので今回はやりやすい作業になります。真ん中を通してこのように支柱を立てます。若干トゲは気になるぐらいのトゲになります。で、支柱を落ち着かせるためにさらに灌水します。そして何が終わっているのか分かるように名札を刺します。以上でエビガライチゴのプランターへの定植が完成いたしました。今回もプランターに定植しながら育て方も含めた5つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。暑さ寒さに強く日本各地で栽培ができます。日向から半日陰まで育てることができます。十分な収穫を得るためには日照時間が多い方がいいようです。2つ目のコツ、用土です。土質は選ばないので排水性が良ければ大丈夫です。堆肥、腐葉土を混ぜるようにしてください。プランターの場合は市販の培養土で十分になります。3つ目のコツ、支柱です。半つる性で大きくなると2メートルから3メートルまで伸び枝先が垂れるのでスペースを確保するようにしてください。今回は1メートルのあんどんを用意しましたが、成長を見ながらさらに大きなあんどんに入れ替えていきたいと思います。4つ目のコツ、トゲです。枝、葉は密生してトゲが多く扱いづらいので樹勢を整えるのは難しいようです。今回植えた範囲ではそれほどトゲは気になりませんでしたが、おそらく大きくなると大きなトゲが出てくるんだと思います。5つ目のコツ、肥料です。元肥として緩効性肥料を与えるだけで大丈夫です。肥料型ではつるぼけし着火しないことがあります。特に速効性の化成肥料の上げすぎには注意をするようにしてください。固形の有機肥料を置くだけでもいいと思います。エビガライチゴは日本全国に生息している木イチゴの一種になります。もともと日本の風土に合った植物ですので比較的育てやすい木イチゴだと思います。大きくなりすぎましたら先端を均一して脇枝を出させるのも一つの育て方だと思います。この他にもいろいろな木イチゴを育てていますので、それも合わせて成長記録としてこれからもエビガライチゴの成長を追っていきたいと思います。これから園芸をやってみたいと思う方や木イチゴに興味があるという方のご参考になれば幸いです。今回はエビガライチゴプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。